今日も全力ぶっちぎり、マキピロ君と。ぶっちぎりってよかったよ。は？気のせい。気のせいや。ピロでございまーす。何やこのスタートの仕方。はい、ということでね、モンストニュースまとめのお時間でございます。はい。今日ね、モンストニュースがありましたので、はい、そこからいろいろ調べてまとめた情報を皆さんに。どうだ？何？違うの？何？いや、おおだなぁと思って。なんで、ちょ、言って。てよ、はよ。お届けしたいと思います。なんなん。いや、俺が忘れた、今回。全力ぶっちぎり。はい、まずは、鬼滅の刃のおさらい。はい。はい、ということで、コラボ、スターターパックとかね。うん。ガチャの方が8月2日、水曜日、11時59分までとなっております。はい。はい、お次は、コラボクエスト。まあ皆さんね、オーブ回収終わっていましたでしょうか？はい。まあ今回結構ね、オーブの方回収できるので、しっかり回収しておきましょう。うん。キムトジムちゃーん。あっちょいいの来たな。やっぱ来たね。これ入手できんのがちょっと痛い。いやいやいや、それは多分もっと後なんじゃない？いや、もうコラボ来んかもしれんけどな。いやいやいや、絶対、絶対。来る大王だ。最後までやる。そう。最後までやるって。これか。そうやな。うん。はい、ということで、まぁ、今回ね、鬼舞辻無惨が、はい、7月28日金曜日、19時から25時まで。はい。長えな。夜だけ出現するやつね。そう、うん、こうにします。この以降、8月2日水曜日、11時59分までの間、夜の時間帯に随時出現となっております。はい、ちょっと時間はどうずれるのかは分からんけど、もしかしたらこの19時25時でね、固定かもしれんしね。うん、ちょっとこれに関してはね、ちょっとあんま分かんないから、うん、まあ、とりあえず楽しみに待ちましょう。はい。でクリアすると、うん、グッジョブ、ストライカーカード、うん、あと称号の方がもらえます。はい。はい、ストライカーカードがこんな感じ。かっこいいな。これにしたいな私。あ、え、かっこよくないこれ。いや、かっこいいけど。うん。ああ、そうと思って。え、なんで？いや、今、おぉ。人に見せるもんちゃうからな。まあ、あんまりツイッターとかでもね、バーンってやらへんしね。ね。なんか、うん、結局いつももらうけど、どうしたらいいのかわからないまでやるぐらい。俺、だって今何してんのか分かってへん。もう私もあんまり分かってない。え、みんな変えてる？どうなるね。よかったら、ちょっとコメント欄で教えてください。はい。はい、あと新調です、大口のまかみが降臨します。はい、これが7月29日の土曜日19時からとなっております。はい、忘れそうやよね。ねえ、ねえ、なんか無惨、無惨に夢中になってさ。ねえ、本当にめっちゃ忘れそう。絶対難しいやあれな、一回こっきりやからな。ああ、そうやな、絶対むずいな。はい、7月30日はモンストの日ということで、はい、今回のラッキーモンスターはバクハクミン。はい、俺これめっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。枯渇しとる。いつも枯渇する。うん、あまりに余っとる私。極力捕まえようにしてるもん。そうか。うん。はい、ということでそんな人は頑張ってラッキーモンスター作りましょう。はい。で、ショコでさ、今鬼滅の刃の、うん、攻撃力アップとかさ、 あの日輪刀の効果があるやん。うん、だからこの機会にちょっと頑張っておくとね。そうやね、いいんじゃないでしょうか。まだ効果あるからね、30日は。そうやね、来ましたよ。毎月100個もらえる10周年オーブ開催、ありがとうございます。まず8月の配布期間、はい、8月1日の火曜日0時から8月31日木曜日3時59分までとなっております。はい、ただこれ注意点で使用期限がございます。そうなんだよね、賞味期限みたいなもんです。うん、消費やな、消費期限やな。そうそう、賞味は食べない。うん、うん、8月31日木曜日23時59分まで、ここまでに100個のオーブを使わなかったら消えちゃいます。もう跡形もなく貯めとけないんですこれは。ああ、でガチャとか、そういったものを使用すると優先的にこう使われるというね、形になっておるので、まあ毎月20円は引きましょうと、うん、いうことでございます。多分なんか枠が違うんだろうね、普通のオーブとこの10周年用のオーブと、オーブのこう貯める場所が違うっていうかさ、じゃないかなと思ってんだけど。ああ、わかんない。もうポンと表示されてみたいな。ああ、まあ一応見れるとは思うんだけど、うん、うん、確認はできると思う。うん、まあとりあえずじゃあ何にこれを使うのかっていったところもちょっとポイントになってくるかな。一応ね、鬼滅もね、そうなんだよね、どうしても欲しい人は、そこにね、うん、使用することも可能です。うん、またここに関しては動画できれば作りたいなと思っとるんやけど、まあとりあえず考察とかでちょっと言ってく形になるかな。そうやね、何来るか分からんしね。うん、うん、
はい、ファンダメで弾ける選抜10周年人気投票ガチャ開催ということで、結果が出ちゃいましたね。出ちゃいましたね。でね、ガチャの開催日時7月28日金曜日12時から明日すぐなんです。はいはい。でファンダムの配布日時7月28日金曜日4時からとなっております。はい。まあ配布は朝の4時に配るけど、ガチャ引けるのは12時からだよーってことですね。うん。はい。でここに関してももうねグループバーっと出てるんですが、はい。まあここだけじゃなくてグループはねもっといろんなキャラクターがいます。はい。で一応サイトの方で確認はできるんだけど、まあよくわかんないね、いやどうしようかなっていう人もいると思うから、うん、今これの資料を作ってます。おう。はい。なんでまあちょっと最悪、明日の朝にはちょっと間に合わせようと思っております。おう。はい。悠久のエルフヘイム4でいいの？4分からん。悠久のエルフヘイム4かな。はい、はい、開催ということで、はい、はい、新しいイベントですね。これみんなお酒、はい、あそうシードルってやつも多分な。うん。開催期間の方が8月2日の水曜日12時からとなっております。はい。じゃあ簡単なプチ考察いきましょう。はい。まず泡盛り、こちらが太陽ギミックのアビリティが超アンチ重力バリア、超アンチダメージボール、マイスイーパー M となっております。はい。あと神王封じ M を持ってて、さらに神耐性 M、 魔王耐性 M を持っております。なかなか変わった声ね。そうやな。まあキラー対象に関しては、うん、もうガッツリ食らいませんぜみたい な、ね、なもうこっちは火力出すけど、うん、前の攻撃は受け付けへんねーみたいな感じで、うんうん、で友情の方がコピー全敵超強毒メテとなっております。はい。なんかミカエルとちょっと相性いいみたいなこと言ってたね。あ、毒やもんね。うん。ストライクショットの方が4プラス8ターンの最大12ターン、うん、反射変化となっております。はい。パワー型のまあ反射変化ってなんか動けるようなイメージがあるんだよね。うん、うん、どのキャラクターがおったかちょっとね、また詳しくは考察動画の方で、まあ、皆さんにね、詳しい情報をお届けしたいと思っております。はい。でちなみにこのキャラクターネハンジャクジョの適性らしくて、うん、かなりまあキラー対象になるからね、やっぱり強いとは思う。うん、うんうん、だからさ、今まで聖徳太子とか、うん、あの辺持ってないとちょっと周回できやんかったりとかしたから、うん、こういったところはね大きいんじゃないかなって思います。うん。はい。お次のキャラクターはシードル。はい。なんか可愛らしい子やな。ね、アイドルみたい。で太陽キミックのアビリティが超アンチダメージウォール、アンチブロック、アンチ転送壁となっております。はい。そしてレフトポジションキラー M、 うん、うん、要は左側におるキャラクターに対してキラー効果やね、うん、2.0 倍。友情の方が超強エナジーソード。おお、ニューやね。これどんなんやろな。エナジーソードってさ、結構範囲短いやん。長くなるのかな、わからん。それとも威力が増すのか。威力が増すだけやったら、うん、ちょっと残念な感じ。そうやな。うん、思いっきり伸ばしてほしいよね。そうやな。ちょっと伸びやんとしんどいよな。うん。まあ、でもサブ友情の方がヒーリングボムスロー、これは優秀やね、うん、HP の管理しやすいし、うん、ここはめっちゃ優秀だと思います。はい。ストライクショットの方が12プラス8ターンの最大20ターン、うん、ダメージボールドンやね。ダメージボールドン、うん。あのエクリプスとかさ、 あ、うん、ああいうやつなんやけど、ただエクリプスはパワー型や、うん、攻撃型やから倍率はちょっと違うような気するけどな。うん、うん。またこの辺もね、詳しい情報は、考察とかの方でお届けしたいと思っております。はい。はい。お次のキャラクターはモスコミュール。ラマやラマ。ラマ、ラマと人間の間の子やろ。ああ、感じるってね。なるほどね。確かにラマっぽいな。ラマってあれやな、ロバの仲間みたいなやつやんな。ロバの仲間になるんか、あれって。え、違うの、わかんない。はい。太陽ギミックのアビリティがアンチブロック、超アンチ幻想壁、アンチ転送壁となっております。うん。そして神王封じ EL。 おお、これはやべえな。 EL って 3.0 倍やからな。おお。うん。友情の方が白爆発、うん、あと防御アップを持っております。はい。でストライクショットが8プラス8ターンの最大16ターン、うん、ミサイル投下、要はこれアンチテーゼのストライクショットと一緒やね。うん。ミュードカーンみたいなね。ですごいこと言っとったよ、うん、ルシファー複数編成とストライクショット、これ組み合わせると面白いことが起きるみたいなこと言うてた。おお、うん、だから多分友情でワンパンできるねと思う。あ、そういうこと。同じタイミングにバッて出るから。ああ、なるほどね。まあ、あのダウンブラストが邪魔せんければって話だと思うけど。うん、うん、
ただちょっと注意点はギミック、対応ギミックが被るのがあの転送壁のみやね、うん、ルシファーって超アンチダメージオーラかなんか持ってるから、まあ、そこに対しては、対応してないから、うん、まあ、どういう使い方するんかわからんけど、ああいう言い方をするってことは何かしら来るんやろなと、そうやな思うから、ちょっと、危険なキャラクターやと思ってます。まあそれもまた考察とかの方とかで詳しい情報をお届けしたいと思っております。はいはい、この新キャラ確定ガチャ&オーブということで、はい、まあいつも通りっていうか、まあ、ちょいちょいあるよね、うん、これね、うん、どれか1体確定と、あとオーブ50個、これが4900円で販売、はい、うん、今回ね、あの買う予定です。あー、なんかそんな気がしたわ。うん、いや、さすがにモスコミュールは絶対欲しい、ちょっと怖いね、うん、てか、もう個人的に楽しそうやしあー、ちょっと私もワクワクしちゃってるけ、うん、うん、あ、じゃあ、はい、もう買います。あ、うん、うん、あ、ありがとうございます。あ、出せ、あ、いやいやいや、出せません、出せ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 、なに、あ、出せってことじゃないの、出してくれるんやろ、はい購入可能期間、ガチャと一緒ですそうですね、はい、はい、降臨キャラクター、あー、こんなね、感じなんですけど、名前が面白いね。俺さ、これ、何やったっけ、これ肩抜き削りやったっけ。俺、肩抜きってやったことないよ、実は。食べるやつだったっけ。いや、あのさ、実際やってたのを見たことはあるし、うん、あの実際、そのお祭りで、うん、そういうバーがあったにはあったんやけど、俺は正直やったことがない。なんかあの、あれ線が入ってそこピコ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 なんかやってくるやつ。あ、そう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 、あ、あ、その YouTube で見たことあるだけ、私うまく抜けたらみたいなやつやけど、うん、これ正直やったことないから。売ってるのも見たことないし。あ、売ってるのは見たことある。お祭りではあるんや。うん、うん、お、ま、祭りであるね。やったことがない。ちょっとやってみたいんだよね。そう、俺もこれ見た瞬間に、あ、なんかやっときゃよかったなってすごい思ったどっかお祭りね、行く機会あったらやらなあかんな。なあ。あと、ワッターメーカーと、なんだっけ、チョコバナナを。チョコバナナやんけ。チョコバナナは好き。でっ嫌いや。私、バナナあかんもんな。でっ嫌いや。はい、あと、これね、シーベッドミッション開催ということで、対象のモンスターのラックを一定数集めると、報酬がゲットできるということで、はい、これ、特段は最大5個って書いてあるけど、モンスターの日に多分交換できるから、最大6個やと思うの。でかい。これさ、6個でモスコミュールとかヒートってマジでけえから、やばいね。絶対ここはちょっと頑張りましょう。うん。うん。はい、ベイカーズの中心化会が発表されました。かわいいね。俺確かさ、身剥がしたばっかだよ確か引っぺがした引っぺがしたガーンってしばらく来んやろと思ったらうわーマジかと思ってちょっとね、あ、行ったーとか思った。はい、特徴の方が対応ギミックのアビリティがアンチ重力バリア、超アンチダメージオール、アンチブロックとなっております。はい、この組み合わせめっちゃレアで、へー、水属性ね、はあ、反射ってベイカーズのみなんやわ。あ、そうなんや。で、貫通はノンアルファと K がおる。はあ、うん、この3ギミック対応ね、はあはあ、うん、だからこのセットってめっちゃ珍しい、うん、で、あとはエッセンスターン短縮を持っててゲージ倍率保持を持っております、うん、あと神王封じ L、 今日なんか神王封じ系多くない？そうやなで、こちらは 2.5 倍ね、はあ、で、コネクトスキルが自身と戦型スピード型ですが、異なるキャラが2体以上、もしくは自身と激怒反射が異なるキャラが2体以上となっております。はい、だからこの激怒っていうところってこの3ギミック対応の K ノンアルファ、うん、が引っかかってくるから、あ、これ怖えなと思って。本当やね、うん、ちょっと思ってます。はい、しかもな、ノンアルファだな、ガチャの時に な、うん、な、な、いやらしい発表するってなお前ら知らんぞみたいな、おー怖い怖い超怖っで、友情コンボの方が16方向レーザー EL となります。あ、まあ、サマとかヒミコは持ってる友情だね、うん、うん、で、まあ、数値はね、こう見てもらった感じなんだけど、やっぱり神王封じ L 持ってるから神、あと魔王か、うん、に対してあのめちゃくちゃな火力出せるね、うん、うん、友情火力で、で、全敵超強毒メテオ、これがね、サブ友情の方になるんやけど、ゲオルギオスが超アンチダメージボール、マイスイーパー M、アンチブロックの毒キラー L なんよ。で、マイスイーパー M、ここに関してはあのベイカーズとこう合ってないんやけど、うん、超アンチダメージボールとアンチブロック、ここに関してはがっつり合うから、うんうん、これひょっとしたら一緒に使う可能性あるかもね、と思ってちょっと怖いなと思ってる、うん、僕もね、うん、だからちょっとゲオルギオス要チェックやな、うん、カルニベだけで終わる可能性も出てきたなと思ってます。あの剣の子やね。そうそうそう、うん、はい、ストライクショット、はい、8プラス16ターン、
最大24ターン、うん、自強化弱点露出となります、うん、で受信化の時に、まあ、2段階目だけいこうか。自強化 1.5 倍、継続使用時プラス2ターンでした、はい、まあ、ここがどう変わるかやね、うん、ひょっとしたら自強化がもうちょっと強化されるかもしれや、うん、うん、っていう感じかな。だからなんか弱点露出だけじゃなくて、まあ、自強化もあるし、うん、ベイカー自体がキラー持ってるから、うん、まあ、普通にこの自身が活躍できる感じの、うん、弱点露出になるかなと思います、うん、いけるシオクエスト、はい、爆裂2期見てもアルカディア、うん、超絶が増長点ジョカアダマンタイトなど、うん、近畿が16、21、はい、となります。ワクワクの身は過激盛りかな、うん、やっぱりね、うん、やっぱ21じゃない。そうやな、うん、なんかベイカーズといえばってとこあるけど、そうやね、うん、ただここからまたなんかさらに増えるんやろな、なんかありそうやんな、うん、なんか普通にちょっとだいぶ怪しいこっちに見放したね。はい、まとめです、はい、ベイカーズの3ギミック対応の組み合わせは貴重です、うん、友情、殴りと神、魔王に対してかなり高い火力を叩き出します、うん、毒友情はゲオルギオスのサポートにもなり、コネクトのクリア条件を満たすのでかなり怪しいです。さらにコネクトの激種が違うキャラが2体以上はノンノアルファがさらに適性をもらう匂わせかもおと思ってベイカーズ、うん、身を引っぺがしたことをめちゃくちゃ後悔しております。今フェイク取ったばっかりな、最近取ったばっか、あーこれ痛い、また厳選しなきゃ。ということで、ベイカーズの受信化会の解禁日、はい、8月1日火曜日12時よりとなっております。おー、もう8月やね。そうやな、うん、はい、モンストグランプリ2023関西予選大会結果ということで、はい、A ブロック優勝、大凶引っ張り合わせ、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。そして B ブロック優勝、クルセイダーズ、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、めっちゃ見てたからね、めっちゃ嬉しかった。やっぱさ、クルセイダーズってどういう意味なの、そういえば知ってる？なんかあれじゃない？聖騎士かなんかのあれじゃない？あ、そうなの？そういう系なの？うん、うん、かっちょええね。うん、うん、以上、うん、いや、誰かの頭文字取った感じなんかなと思ってた。いや、それはない、それはない、それはない。でも、トシさんの塔ないなとかいろいろ考えて。そういうことではない。あ、そうなのね、うん、はい、ということで告知もおね、含めてなんですけど、ああ、モンストグランプリ2023中部予選大会が8月13日日曜日に名古屋の名古屋市中小企業振興会館吹き上げホールです。地元の人たちみんな吹き上げホールっていうか、ね、そうだね、なんか中小企業とか言うとんってなっちゃうね。だってなるやろ。吹き上げホールであります。はい、はい、こちらね、無料で、はい、入退場も自由、はい、会場12時からとなっております。はい、そしてモンストキャラバンの方がね、はい、ございまして、なんと全力ぶっちぎりでございます。はい、ありがとうございます。で、まあ、ここでチラッと言っておくと、あ、最後までいます。あ、そうだね。あ、中部予選大会最後までいるので、もう決勝決まるまで、うん、まあ、最後の最後までやっぱ見たいんですよ。で、モンストキャラバンの、まあ、前は現地で並んだりとかね、うん、そういった当日抽選とか ね、そういうのもあったりとかあったんですけど、うん、もう全て事前予約、はい、うん、ウェブでの事前予約、事前予約っていうか事前抽選か、あ、そうやね、うん、事前抽選予約、抽選で時間帯を指定できないから、うん、こっちで勝手に決まるやつだけど、うん、もうそれに変わってるので、はい、ちょっとね気をつけてください。ただ、まあ、外れたとしても、うん、まあ、うちらは会場にずっといると思うので、はい、まあ、よかったらね、気軽に声かけてください。はい、お待ちしております。はい、あと北海道東北予選大会エントリー締め切りがもう間近でございます。はい、ちょっとね迷ってる人とか、まあ、思い出作りでもいいと思うので、うんうん、まあ、参加してみてはどうでしょうか。うん、あとモンスト選べるグッズ、オーロラアクリルスタンド商品化ということで、お、選手のキャラクターを決める投票実施。これいくらなんやろ1個わかりません。でもこれ投票するよ、ウボサスラに欲しい、ちょっとはあ、うん。なんなんその迷惑。帰れみたいな、その迷惑訴えにやめてくれ。そんなにバカ高くないよね、きっとアクリルスタンドだしって思ってんだけど、どうなんや、めっちゃでかいやつだったらどうしよう。そんなことないね、カラーサイズ感も全然わからん。ルシファーのやつめっちゃでかかったよ確か。あれはまた別やろ、あれ別、うん、普通のこんくらいかな、ちゃうの、あ、分からん、今度は値段見てからやって。そっか。
ちょっと 今俺要返答せん。はい、投票期間が明日の7月28日金曜日12時からとなっております。はいはい、おすすめの来週のラッキーモンスターちょっと触っていきたいと思います。はい、でこちらがまずシャラク、うん、これパラドクス3ルシ1、これで2分でした。おでこのパラドクスなんで編成したかというと爆発友情を持ってるから。おだから、まあ、別に正直ルシファーに当てるゲームなんですよ、うんうん、だから爆発友情を持ってるキャラクターで適正のキャラクターだったら何でもいい、うんうん、正直ルシファーに関してはコネクトスキルの章を使っております。おうん、中間コネクトの発動の弱点キラー、ここがねやっぱちょっとポイントになってくるんじゃないかなと思います。うん、まあ、それだったら2分あったら回れる、うん、もう本当にルシファー当てるっていう感じ、うんうんうん、でもう一つがメジェド、これがウソップ3ブルック1、そうすると1分50秒ぐらいで周回することができます。はい、うん、まあ、ここもおすすめかな。で特にシャラクっていうのはカウシエリア、あとテンペストーソの分枠として使えるキャラクターなので、うん、ここの機会にね、今なんかね火力上がってるじゃん日輪刀で、はいはいはい、うん、だからその機会に作っておくとちょっといいんじゃないかなとは思う。うん、うん、はい、ということで総まとめいきましょう。はい、7月28日金曜日12時から選抜10周年人気投票ガチャ、うん、19時から超究極鬼舞辻無惨、うん、7月29日の土曜日19時から新超絶大口の真神、うん、7月30日の0時からモンストの日、8月1日の火曜日0時から毎月100個もらえる10周年オーブン、うん、で12時からベイカーズ受信が開始、8月2日の水曜日12時から悠久のエルフヘイム4、8月3日の木曜日16時からモンストニュースとなっております。あ、テンマっていつだっけ。テンマいつやったよな。月頭やったような気がするけど、そういえば見てなかったわ。テンマの古城どっかで来るね。うん、うん、すいません、2とかそのぐらいやったような気がする。あれ。なんか足しときます。はい、はい、ということで、まあちょっと今週盛りやな。もう明日から盛りやね。いやー、これはハードな1週間になりそうですね。そうっすね。はい、まずは無惨様に勝てるかどうかやね。まあそこもそうやけどね、うん、うん、まあちょっと動画もバンバン作らなあかんので、うん、まあ、頑張っていきたいと思います。よければ高評価、チャンネル登録、あとベルの通知などよろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、やばいですぜこれ。なかなかモリモリやね。もう10周年人気投票ガチャのな、今シールパーって作ってて、うん、であれやろ、上級曲鬼舞辻無惨7時に来るやんか、はい、これギミックいつ出んのっていうのもあってちょっとビビってんね今な。そうやね、うん、もう出てるかな、もしかしたらね。そうなったら俺もう最悪。分からんけど。最悪で、あれやろ、まあもうここ超絶はもうちょっとあれよ、もうちょっと置いといて、うん、でな、で100個もらえる10周年オーブンでわーいやんか。わーいならいいやん。わーいならいいやん。これは嬉しいけど。うん、まあ、なんだかんだ言ってるんで、8月2日な、はい、これまでに考察作ったりとかしてるから、あー、まあ泡吹くわ。うん、死んで、頑張れ。死んでば。頑張るしかない。死んでば。頑張るしかないんや。もう頑張るわ、うん。泡吹きながら頑張るわ。泡盛りね。泡盛りや。楽しそうやな。